1> p 1 3 9バイト p 1 3 9バイトの模型。ホーカーシドレイ p 1 3 9バイトとは、航空母艦からの運用を意図して提案された、イギリス海軍の早期警戒艦制機内し艦上輸送機である。p 1 3 9バイトは、イギリス海軍向けの重要機材調達計画の一部を、なすものだった。これは1960年代。 最新もしくはそれと同等の航空機で構成された空母航空団の運用能力を備える新しくて現代的な空母兵力を軍に与えようとしたためである。しかしながら1960年代のイギリス政府が防衛予算を削減したことにより、こうした提案は全く結実することがなかった。1960年代初期、イギリス海軍の空母作戦能力は頂点に達して、 いたが、それは5隻の空母を運用し、それらすべてが新鋭の空母艦載機を用いて構成された空母航空団を備えていたことによる。ただし、近代化にもかかわらず、航空機開発の進捗は空母艦載機のサイズを増大させ、イギリス海軍の空母はこれに追いつくことができなくなった。イギリス海軍の空母は最大の HMS イーグルでも5万5千トンと、 比較的小さなサイズだったため、イギリス海軍では能力ある部隊として用いるに十分な数の新鋭航空機を運用できる、そうした次世代空母を検討する必要性が生まれた。艦隊航空隊では新しい空母と共に行動する新航空機の計画を立てた。この計画には3つの個別分野が含まれた。ガネット A3 は、 ストップギャップを意図していた。これは旧式化したスカイレーダーの機材に適合し、専用に作られた栄養の機体が登場するまでのものだった。1959年、艦隊航空隊では旧式化したスカイレーダーへ一をフェアリーガネット対戦将回機の別バージョンに代替する作業を始めた。これは早期警戒管制機として回収されたフェアリーガネットへ3だった。 この機材は単にストップギャップを意図したもので、アン、APS-20S バンドレーダー及び関連機材をスカイレーダーからガネットに移設していた。ガネットが導入され始めた当時、アン、APS-20 レーダーは15年使われ、続けており、開発開始は第二次世界大戦中に行われたものだった。1960年代に入ると、 これをより先進的なシステムに引き継ぐことが始められた。アメリカ海軍ではグラマン E-1 トレーサーにアン APS-20 から発展したアン APS-82 レーダーを積んだ。これは対地安定ができ、可動式のアンテナによって目標の高度を計測できた。これは暫定的な解決策とみなされていたものの専用の新型機。 ノースロップグラマン E-2 ホークアイと先進的なパルスドップラーレーダーがすでに開発中だった。ガネットは E-1 トレーサーと同様暫定的な措置を意図しており、艦隊航空隊では最終的にガネットを引き継ぐであろう新規エプラットフォームの調達工程に入っていた。E-2 ホークアイの開発はイギリス海軍に拍車をかけ、海軍では 崩壊に予期される能力と同等のイギリス側システムを開発し始めた。1962年には、イギリスの航空機会社と電子装備品メーカーが発注を受け、イギリスの新規航空機の作業に取り掛かった。P139 倍とは、以前ブラックバーンエアクラフトにいた開発陣の設計作業の結果だった。1962年、彼らは、え、計画に着手し、 開発人は、主として3つの捜作装置の配置に注目した。胴体部、レドーム、これは、スカイレーダーやガネットが装備していた。背部、レドームは E-1 トレーサーが付けていた。そして前後型捜作システム、これは1体のレーダースキャナーを航空機の全部と、後部に搭載するものだった。この3つの方法を詳しく検討した結果。 ファスが最高の性能を与えると決定された。これにより1963年 P139 の提案に立った。P139 の設計は、ロッキード S-3 バイキングに似たものではなく、主翼が単用高翼形式で比較的短いものだった。2機のハイバイパスターボファンエンジンを翼かに備えた。主翼はヒンジ止め構造とすることが構想され、翼を エンジン部分の先から折りたたむことができた。ファスに対応するため、当初の設計は、尾翼が十字形状だったが、最終的に完全な T 字状の尾翼へと計画が変更された。設計では、周波数変調連続波レーダーを木の全部と後部にスキャナー付きで搭載することとなったが、これは木に球根状の外観を与え、最後には風洞試験で実現性が疑われた。 この航空機は、艦上輸送機の任務も考慮されていたが、このためにはスキャナーを撤去し、機種部分を成形、ビブもスキャナーを撤去してから、円錐形状に成形した貨物扉を装備し、搭乗員や貨物が内部空間にアクセスできるようにした。提案されたガネット A7。胴体上面にレドームを装備することとされ、装備よく配置となっている。 1960年代半ばに行われた防衛予算削減のため空母艦載機として完全にイギリス製のエプラットフォームを一から開発するのは効果に過ぎた。最終的に P139 の開発中止が1964年に決定され、この時点でこの機体は設計段階であり既存機体の設計を流用するつもりだった。一つの設計案には フォーカー指導 AHS-125 に固定式のドーサル、レドームを装備したものが使われ、これは E-1 トレーサーに似ている。また別のものには E-2 ォークアイ同様の装備配置を用いた新規レーダーシステムによってガネットをアップデートする案があった。しかし、クバ -AH 航空母艦の最終的な開発中止により、新規の A 航空機はいかなるものであれ、 中心に至った。残されたガネットだけが艦隊航空隊にとって栄養の機材に使えるものだった。1978年の最後の従来型航空母艦の退役までこの状況は続いた。P139 計画の打ち切りの後、前後型捜索システムと踏みっちゃレーダーシステムの開発が続けられた。これらはイギリス空軍に栄能力を与えるためのもので。 このシステムは、ニムロット海上哨戒機に搭載することが提案された。1978年に、アークロイヤルが退役した後、イギリス海軍の早期警戒完成能力は結局、ヘリコプターが担当することになった。これは、時代のインビンシブル級航空母艦に、従来型の固定翼機を運用する能力がなかったためである。データは客中による。ありがとうございます。